あゆ寿司街道、笠松とイやーと、あゆ寿司街道とは、徳川家康へのあゆ寿司の献上ルートのことである。岐阜から厚田を結ぶ終わり街道の別名で、あゆ寿司街道、お寿司街道とも呼ばれていた。慶長8年に、美の国武行であった、大久保長安が、徳川家康、秀忠にあゆ寿司を献上。現長年からは、毎年5月から9月頃までの間に10から20回、 岐阜町のお寿司元から、加納といやばを経て、笠松といやばで受け継ぎ、一宮といやばへ、そして、江戸へと送られた。一回にあゆ寿司四桶を一家として三から五家を、江戸城に向けて輸送したようである。江戸に着く頃に発行して、食べ頃になるように作られていたため、予定の期日に遅れないように岐阜から江戸までの四十六の宿場を通過する時間を指定しており、当時の宿場町によれば、 岐阜から江戸まで5日間で運んでいたようである。石踏みの歌、あゆずしのおけかに受け渡し人々は、江戸への道を下に走りき2015年4月24日、信長公のおもてなしが息づく、戦国城下町、岐阜の構成文化財として、日本遺産に認定される。ありがとうございます。